あ始まりました栄光 GO! ということで今日もですね栄光に向かってゴーしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ本日は何をしますか。2020年の1月1日から配信が始まったこの栄光 GO、はい、ありがとうございます。だから間もなくもうすぐ2年。2年、早いですよね。早い、あっという間でしたね、はい、いろんなことやりましたよ。はい、登録者の方ももうすぐ120万人。マジかな。500本以上もう動画、そんなに上がってます、はい、すごい。覚えてないやつあれだろうな、はい、一番再生されてるのは、はい、あのデッドバイデイライトで勝手に斧振らないでを、あ、その部分だけ切り取ったやつ、編集したやつだ、はい、あーなるほど、まあそ、まあ、確かにあそこからが全ての始まりと言っても過言じゃないですからね。あれが何回再生ですか。230万超えです。うわ、今見ると音も割れてるし映像も雑だし、はい、そういう、まあ、いいこともたくさんありますけども、はい、その500本以上上がってる中でまあ伸びてない動画ってのもあるわけですよ。あります。はい、だって全体的にねこの番組が知られるようになって、チャンネル登録してくれた方々なんかは過去の VTR とかも映像とかもね振り返って見てくださったりもあるんじゃないですか。そのはずなんですよね、はい、100万人を超える方に登録していただいてるわけですから、はい、まあ、一番見られてない動画だったとしても、まあ、ある程度見られてないと、まあ、逆に言うとおかしい。おかしいよ、はい、そんな中ですね、はい、あのなんでこんなに見られてないのかなっていうのをワースト3調べてみました。ワースト3とかいいですよ別にそのピックアップしなくて。反省の意味も込めてこれからの糧にするために、そうですね、これからどういうふうに活動していくかっていうこともありますし、うん、まあ改めて本当はこれ面白いんですよってことを、なるほどね、見てもらう。なるほどなるほどなるほど、それは確かに大事かも、はい、一応ですねコラボの動画は外しました、はい、ピンでってですね、はい、あの相手にもちょっと申し訳ないんで、ね、確かにね、はい、コラボ動画で最低だとに行って撮りましたね。ということで、うん、ワースト3、はい、まず、ワースト3の3位ですね、はい、恐怖、階段のテクニックを全部公開しちゃいます。29,000再生。嘘マジで29,000人。いやあれめちゃめちゃいいのに。テクニック公開するやつでしょ。そうですそうです。いやだって結構栄光GO とかでも生配信、去年も24時間、今年も25時間生配信やらせてもらいましたけど、結構階段が見たいとか、はい、そこ結構楽しみにしてる人結構多いんですよこのチャンネル。そうなんですよ。で加納さんが怖かった心霊スポットベスト3を語っている動画が100万回再生。何このさ、なんで、何なんですかね。でもこの動画見ると本当に自分も怖い話するときに普通に話すより絶対怖く話せる、そう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 、ちゃんとしたテクニック入ってるんですけどね。もちろん怪談師ではないですよ僕は、違うけども怪談番組を長いでやってまして、そこで階段しか盗んだものテクニックを伝授します。なんでだから階段聞くのはいいけど語ることなんかねえよってやっぱ感じなのかな。覚えてるテクニック1個言ってください。間を開ける。ちょっとやってみましょう。じゃあ加納さん階段を、はい、普通の人だったらこうやるんですよ。じゃあ加納さん階段お願いしますって言ってください。階段お願いします。これは埼玉県で起きた話なんですけど、これじゃダメ、お願いします。加納さん、階段お願いします。埼玉県でこれぐらいのやっぱ間を開けろっていう空気を作れっていうことを細かくねその回では説明してるんですよ。見てほしいな。まあこの動画見た後でもいいんで、はい、ちょっと見てみてください。そうですね、概要欄に載せようと思います、はい。お願いします。はい。続いてワースト2、はい、YouTube 始めてみて思ったことがありますっていうタイトルの動画です。だいぶ初期ですか。そうですね、最近 YouTube 始めてどうですかっていう雑談の動画なんですけど、
自分の部屋にみんなが遊びに来てくれてるような感覚で楽しいですっていう動画が2万7千回。嘘でしょ。いいこと言ってんじゃん。確かに僕も何を言ったか記憶はないけども、今聞いたらいいこと言ってんじゃん。はい。で、この動画の中で大喜利もやってみたいですって言って写真募集の流れになったっていう始まりの動画なんですけど、でも同時に YouTube の難しさもやっぱその時は感じてましたけどね。全然見てくれないぞみたいな。それがダメか。はい。で、ワースト1位。1位何？イケメン狩野英孝の恋愛必勝テクニックパート2。嘘でしょ。マジで言ってる？2万5000再生。ちょっと俺あれめちゃくちゃ自信あったんだけどな。なんなら YouTube 立ち上げましょうってなった時にどういうことやりたいですかみたいな感じでこうグループラインかのような話し合った時に、俺なんか動画送ったの覚えてます？カノのトリコって言って、うん、覚えてますよ。こういうキザな感じのことを言うだけの会があってもいいかなぐらいな感じでかっこつけたことをやりたいと。女性にこういうふうに言われた時に、質問された時にイケてる男子の答えの返し方っていうのを伝授したいですみたいなことをやったんですよ。パート2、1を見てないなと思った人が2みたいな。悲しいな。いやだからこのワースト3を見ると、うん、階段のテクニックとか恋愛必勝テクニックとか、うん、カノ君からテクニックを教われてるなんでお前に伝授されないんだよみたいな。確かに、いや、ほんとそうだね。いや、俺だって伝えたいこと、教えたいことたくさんあるんだけど、俺だって、次今やりたいこと、実は思ってるの知ってます？あるんですよ。今まで生きてきた中で、何回か、学校の先生になりたいなと思った時あったんですよ。はい。で、今 YouTube とかでも、勉強を教える YouTube とか、すごく流行ったりとか、はい、それこそ中田敦彦さん、あっちゃんが講義するような感じで映画とか小説とかをこう YouTube 大学、 YouTube 大学、僕もやりたいんですよ、それ授業だから。まあ僕の高校とか中学の勉強はさすがに教えられないけど、小3ぐらいだったら教えられるなと思って、はい、何の授業ですか？理科とかでもいいし。そうですね、理科とか社会とかいいかもしれないですね。そうそう、理科とか社会とか勉強 YouTube 勉強 YouTube 名前がいいのよね。勉強 YouTube やります。そういうのもやっていきたいな。まあちょっとワースト3出ましたけども、まあそれもちょっと改めてそのテクニック、これ男子必見、男子必見って書いてるんですよね。ちょ見てみてくださいで、女性も見てみてください。これ言われたら絶対ね、女性はね納得するはず。だってモテてきたわけですもんね。そうです、そうです。さんはそうですと思う。何股でしたっけ？6、あ、ごめんなさい、8です。普通の人できないですからね。報道されたやつが8で、多分なんか SNS とかには多分もっと出てんじゃないですか。そしたら多分17ぐらいあるんじゃないですかね。わかんないですけど。どれだけ持っててきた人が教える恋愛、はい、テクニックですからね。はい、見直してほしいですね。ちょっと興味ある方は見てみてください。はい、ということで、本日はここまででございます。チャンネル登録、そしていいねボタンよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。さよなら。